鉛筆、スワン・スタビロは、ドイツの筆記具ブランド。執筆用具、着色用具及びオフィス用マーカーや蛍光ペン、並びに化粧品用を製造している、スワン鉛筆工場ロゴ蛍光ペン、スタビロボス1854年に、ニュルンベルクで、鉛筆職人のゲオールグ・グロスベルガーとヘルマン・クルツが、グロースベルガークルツ社を設立。1865年、 グスタフ・アダム・スワンハウザーが買収し、社名をスワン鉛筆工場に変更する。以降は、筆記具製造を修行としながらも、1909年に医療用として化粧用ペンを開発、1927年から化粧品産業に参入した。1932年に筆記具ブランドを、高品質を謳う、スタビロ、子供向けの、スワの、大衆市場向けの、 オセロに分ける。1971年に世界初の蛍光ペン、スタビロボスを発表。スタビロブランドの世界的知名度に伴い1976年に社名をスワンスタビロに変更。1992年には化粧品事業を分割し、スワンスタビロ化粧品を設立し、筆記具事業と化粧品事業の親会社として、 スワンハウザーインダストリーホールディングスを設立した。2019年現在では、バイエルン、チェコ、マレーシアに生産主会社を持ち、また、2006年には、ドイツのスポーツバッグメーカーのドイターを、2011年には、同じくドイツのアウトドア用品、メーカーオルトボックスを買収し、スワンスタビログループを形成している。ありがとうございます。